皆さんこんばんは。時刻は夜9時を回りました。79.7MHz FM ギノワン毎週水曜夜9時はフリムーラジオの時間です。お相手は私ナルトラです。よろしくお願いします。<laughs> そしてはいワンマンコでございます。ミキさんのエコザイルです。ワンマンコよろしくお願いします。 さあ、えー、そしてですね、まあ、まずいつも通り、えー、いない人の話をちょっとしましょうかうんはいああ連絡来てないからあ<ー>あの仕事で忙しいというのは分かってるので今日も元気だし仕事が忙しいということですねうん、えー、その代わり、あのー、FM 技能ンとか、はい、MSPP というところでは <laughs> あのー ちゃんと生存確認のメールは届いてるので <laughs> そうですね読まれてるので、はいえー、じゃあワンデーでも読まれたのかな最近 <laughs> なので生きてはいますはい、はい、ということで皆さんね、あのー、しばらくはまだメールの、うん、届くことによってあ,あの人は生きてるんだなと、うん、いうことを感じていただければと思いますあれあ聞こえないえよっ何かコメントあります 特にボイ,ボイス聞こえないってあるけど。あ、これ違う?。え、別?。どこ、あ。あ、はいはいはい、ああ、これはあれですね。あのー、まだ放送始まる前にはですね。ええ、今日ちょっと早めに追加始めましたので。ああ、はい。いはい、じゃあ、大丈夫よ。さあ、ということで、え、ね、えー、今日はですね。はい、ええー、二人の放送ではございません。今週も。月一、レギュラーのこの方が。お越しいただいております。 イイエーイ元気じゃない時も元気だぜ、ジャパナです。よろししくお願いしますよいしょさあということで、ですねもうあのもはや <laughs> 1>、えー、月1レギュラーと、まあ、準レギュラーとも言ってますけれども、えー、もうほぼ月1レギュラーのペースで出ていただいておりますので、もう翌月の、ね、日程も決めましたからね。<laughs> はい <laughs>、はい、ということでね、ねもう来月もまたどこかの週に。 ジャパンさんは出会えるということで、また告知をね、その時の告知をお待ちいただければと思います。うん、さあ、ということでですね、えー、今日は、えー、オープニングとか僕の方ですんでね、4週目ですから。ということで、まあ、いいですよ、別にね。あのはい、すぐ戻ってくる。はい ということでですね、えー、まあ今週のテーマは実はカップ麺なんですね。ああ、今知りました。はい <laughs>、はいえー。特に僕も言っておりません。<laughs> 打ち合わせもしておりません。<laughs> いいなと思ってたんでね。いいテーマだ。よかった。<laughs> はい。ええー、まあ僕はね、皆さん知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、四国、徳島県の出身でございます。徳島県のカップ麺といえばほう。えどーん。 金ん <laughs> ちゃんヌ,ヌードルですよね、皆さんね、あ,<ー>えー、あれって思う方いらっしゃるかもしれません、あのね、この番組は沖縄県の沖縄市からお送りしている番組なんですけれども、えーおま、沖縄の方もおなじみのカップ麺ですよね、これね。これはどこで作られているかといいますと、えー、徳島県徳島市南二軒家町3の1の8。 株式会社、あ、ごめんなさい、徳島製粉株式会社ということで、と意外とね、沖縄の方ね、これね、どこで作ってるかね、わからないというかね、沖縄のカップ麺というふうにね、思ってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、<laughs> はい、われ、私と一緒の出身でございますんで、うん、はい。えー 今ですね、ガラスの中年さんがね、なる1万もらったかというふうに言ってますけれども、大体この時期はですね、き、えー、ちゃんヌードルを買うと、えー、現金1万円キャンペーンというのをね、うん、やってることでもおなじみでございます。はいえー、僕はね、これ、昔からあの年に1回ぐらいはねあの、応募してるんですけれども、当たった試しがございません。はい、残念ながら。はいえー、これねあのもうと 地元の徳島では誰でも食べたことがある、まあ、とは言ってもこれ,こればっかり食べてるわけではないんですけどね、もちろんね、うん、僕もそうです。はい、ただまあ、だいたいまあ、えー、家に帰ったら、まあ、他のカップ麺もありますけど、だいたいんちゃんヌードルも置いてあるという感じですね。あのー、昔はね、よくあの地上波のテレビ局で夕方にアニメの番組とかね、はい、やってた。 沖縄でも多分してたと思うんですけどうん、うん、大体その時のあのー、このアニメ番組のスポンサーが徳島製粉だったので<ー>大体こうど子どもの頭にはこの金ちゃんヌードルは徳島の中でもすり込まれてるという感じになりますよおい、うん、しいですよねこれねおいしいですエビ入ってますよねエビも入ってますはい、はい、で、まあ、まあ正直僕があのよね旅行沖縄にまず旅行をたくさんするようになってから なんかどこでもあるなあっていうふうに逆にびっくりしましたね、<laughs> まずあの那覇空港に初めて降り立ったときの、はい、那覇空港って降りたところにローソンがあるんですよね、はあはあ、ローソンにこれに普通に並んでることに対して、ままずびっくりしましたね <laughs> うちの県のやつって。さも沖縄で売ってる、沖縄のものかのように売っていたと、沖縄そばのカップ麺の横に <laughs>。<laughs> かじゃ知らない人も結構いるわけですよ、<laughs> 日本中で考えると。基本的にまあ西日本、うん、あの静岡、北陸から西でしか売ってないので、<ー>東日本の人はあのーまあ、たまに売ってることはあるらしいですけど、どこ,でもどこのスーパーでも売ってるとかっていう商品でゃないということらしいんですけどね、本当にこれ、沖縄は僕が本当にいろんな島を旅行していっても、どの店にもある、うんえー、まず一つびっ,くり、まあ、びっくりしたというか、したのは、 えまず、えー、今はね小切りな建物になってますけど昔のヘド岬の古い売店ほ<う>、えー、パーラーですねにカウンターに無造作に金ちゃんヌードルが置かれているすごい仕入れてる <laughs> <laughs>、えー、どこでも食べられます、ね、<し>どこでも食べられますそして、えー、何を売ってるかまあまあこれはあのちょっと資生に当たるかもしれませんけど、えー、本当に いつから売ってるのかわからないようなものも置いてある、本当に古い、えー、離島の共同売店にも置いてある。愛 <laughs> 愛さされれててますよ <laughs> 愛されてるということとですねね、うん、皆さん、ね、はい、はい、という本当に僕はこの沖縄に旅行するために、この存在にです、ねえー、なぜか、えー愛し、なんかちょっとすごいなと思いながら、地元が生んだ、えー、ソウルフードを。 がこんだけ愛されてるんだな沖縄でもというふうに実感しながら、うんえー、沖縄のいろんな品を食べしてきたということになります。うん、はい。食べよ食べよ。はい皆さん。終わったら食べよ。ねあのー、本当に、えー、こちらで来てもですね、えー、ただですね残念ながらあの実は沖縄に入ってきてる金ちゃんヌードルの商品ってあん実は一部なんですよね。 もっと種類があるっもっと種類あるんですよ、<ー>徳島で売ってるのは。確かに1種類しか見たことないです。ああの、金ちゃんヌードルは大、まあ、探したらどの種類もど、いろんなところをね、探したらあるんですけど、徳島製粉の商品としてう、沖縄では売ってないものも実はあるんですよ。あなる,なるほど、なるほど。それはですね、僕はたまにあの実家に言って送ってもらってます。<laughs> あれフリムメンバーには<え>にないの 1> 月一レギュラーにはないの白状だな。いや白鳥白状で何が悪いんでしょうかね。も,いいかもっと言ったら。ええー、白状で何が悪いんでしょうかねと。とりあえずそれください今日は。<laughs> <laughs> 今手に持ってるやつ。<laughs> <laughs> ええー、あのー、もうねあのー。 もう毎週、毎週この時間帯にギャラーにやってくる人がまずそれを見つけてね、<laughs> 取っていこうとしたことを僕は、あざとく見つけてね、<laughs> ちょっと注意しましたけれども。というか、よんなるとな、ゲストさん呼んだら、なんか一緒にずつ、こっちに売ってないの渡すの,系じゃないの <laughs> ここで提案いただいてもね、ちょっと僕は。ね<え>、ね<え>持ち帰っていただいてね。ええ、あのー ちとでレポートしてもらう。さあ、ということで。うん、オープニングトークは以上でございます。終わり。わりです。<laughs> 素敵なオープニングトークでした。はい、ありがとうございます、はい。いつも通り、いつも通りの僕とエコさんのオープニングトークでーすございます。はい、さあ、ということでですね、えー。お送りしていきます。今日のフリムーンラジオの。 テーマはこちらですカップ麺ということで <laughs> 皆さんのね好きなカップ麺過去にこんな,なカップ麺あったのにまた今は売ってないからまた食べたいみたいなねそんなもんでも構いませんのでぜひぜひ、えー、お寄せいただければと思います、うんはい、メールアドレスは m o o n f m g n o 1 c o m m o o n f m g i n o w c o m です、えー。この番組専用のアドレスにお送りいただければと思いますので、えー、ちょっと797ってねあの、どの番組にお届くアドレスがあるんですけど、こちらです。ちょっと僕らが見落とす可能性もありますので、ぜひこちらの moon.fmgino1.com に送っていただけますようにお願いいたします。またこの番組は ツイキャスで映像と音声を同時ネット配信しております、うん、ツイキャスのトップページから FM 技能案のと、えー、検索していただくとチャンネルが出てきますので<ー>そちらからご覧いただくことができますで実は通常ですと、えー、YouTube も同時配信してるんですけれども、えー、キャン君から聞いた話ではやんごとなき理由で、えー、現在 YouTube の、えー、配信ができない ということになっております。YouTube ちゃんと後で、はい、あのアップロードはされるので、そうですね。あの,あの明日から一、えー、週間分あの上がっていない番組を YouTube のアーカイブで上げると。はいはいはい。明日から復旧するというふうに聞いておりますので、なるほどね、はい。ただしばらくは<え>あの。 ライブはあ明日あたりからぼちぼちと再開するんじゃないかというふうなことらしいですので。はい、ということで、今日は、えー、生配信はツイキャスのみでお送りをしております。こちらもコメントですね、えー、ツイキャスのコメントを常時見ておりますのでツッコみたいという方はぜひツイキャスでコメントいただけると嬉しく思います、うん、いこの番組は民謡居酒屋やってもれお奇跡配送センター構図土地。 NS 配送フリムファミリーの提供でお送りいたしますそれでは皆さんまずは CM です 眼鏡に青いキャップちょい太めそんな泡とらをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃいフリムンファミリーも待ってますフリムーンラジオ いつもですとここでツイキャスのコメントを読むところなんですけれども今日はですね、はい、ちょっと不審者情報が久々に届いておりますので、えー、こちらをちょっと読みたいと思います。えー、本日5月24日火曜日午後1時20分ごろ箕輪市金子にあるバス停において、うん、バス待ちをしていた女性に対し男性が物陰から覗いてきたりスマートフォンを向けるといった事案がありました。 男性の特徴は年齢20代から30代ぐらい、中肉、白地に青色柄のカリウシウェア、えー、黒色長ズボン、黒色革靴を着用し、白色の軽自動車を使用していたということです。警察署からは、不審者を見かけたときは直接声をかけたりせず、その場からすぐ逃げ、速やかに百刀番通報してくださいと。 注意が上がっておりますのでお気を付けください以上不審者情報をおいたしましたああそっかり狩牛をやった時点で外れたねよかった危ない危ない怖いですね怖いな気を付けていきましょうカフボイさんねあの中部商業前かなって言ってますけど確かにあそこはギノ橋が猫に当たるところですかね がねこのバス停だったら三々丸沿いだったら中傷の通りだねそうですね、はいうん、であっちだったらえー、っとがねこ十字路大じゃなからがねこ十字路の月あたりはい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  ではここで、えー、ツイキャスにいただいていますここまでいただいていますコメントの方を読んでいきたいと思いますまず今日の一番のコメントはヤンバルクイーナさんでしたナルダさん、エコさん、ジャパナさんこんばんむー,んむーんそして、えー、ガラスの中年さんむむなんでしょうか <laughs> なんでしょうかね <laughs> はい、はい、そして埼玉のゴーさん、エコさん、ナルダさん、ゲストさんこんばんはとということでありがとうございます,います、えー、ギネスさん、こんばんむー,んむーんそしてあ まんまるシェフさんありがとうございますいこんばんはカップ麺んん最近はチャレンジなカップ麺もなくこれは辛さなのか、えー、濃い味なのか <laughs> どういう攻め方なんでしょうかね多分あいや続けてはい。え、はい、そして埼玉の蜂蜜一家さんこんばんむーーんありがとうございますはいそして沖縄チュールさん泡じゃなくなってなる <laughs> エコさんいやあ泡でいいよ大丈夫よ もうもうねはいあの、はい、どうでもいいですよ本当にねはい、はい、そして月井ジャパナさんこんばんはありがとうございますそしてニセカベさん皆さんこんばんは二週ぶりに聞けますあ,ありがとうございます,、えー、いますそして、はい、アイシプリームさん、えー、おこんばんは初見のパチキ正男ですおおはじめ 今日も今日も元気に上がっておりますよしこれぐらい振っとけば大丈夫だよえーあらゲストはナルトラさんですかっていうことでもいつもナルトラですこんな感じですねはいえーガラスの中年さんなる1万もらったかってこれさっきちょっと読みましたね1万円プレゼントってね金ちゃんのことでやってますからねはいそして 沖縄大好きさん、こんばんぶ分はつるずしゃということで、着々失敗して、にぎやかな顔文字が並んでますね。キャン君119、それ救急車を呼ぶのでもなく、健康な証拠ですからね。生きてるかでも。沖縄大好きさん、キンちゃんヌードルとの塩味と。 焼きそばもありますね。あのね、焼きそば、違う違う、なるほどさっき言った、あの、種類がとの徳島製。あの時に、いやいや、この種類もあるよっつって、多分それで載せたんでしょですね。けんちゃんシリーズはあるけど、それ以外のものはないよということで、言ったの、多分ちょっと聞き違い。はい。はいはいはい。そして、ええ、まんまるし。 春のパン祭りの方が当たるということでね言ってますけれども実は春のパン祭りを沖縄ではやっていませんのですいませんでそうなんだ気にしたことなかった山崎春のパン祭りってあ僕ら関係ないんだ関係ないです山崎が沖縄に作ってくれないんですよええ知らなかった細かく言うと一部商品を鹿児島のメーカーが山崎のブランドで作ってること 商品が一部置いてあるんですけど、はい、あの、食欲はこっちにないので。そこに、そこに、あの、あの、山崎の商品です。この時期になると、ポイントシールっていうのが貼ってあるんですけど。そのポイントシールは貼っていません。興味ないから、目に映らない。と思ったらないんですね、こっちに。工場があれば、多分やるはず。はい、はい、はい、はい。勉強になります。だから、内地で、みんな騒ぐんですよ。 騒いでるのに俺だけボーッとんって感じのあれはあれはポイントを集めると当たるんじゃなくてもらえるんでああななくなり次第終了ではあるんですけどはいそうはい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 はあはい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 ははい あのリスナーさんがパン祭りだっ騒ぎ出して <laughs> いやいや自分それプレゼントしてないからっっ <laughs> はいはいはい,はい <laughs> ということでね<の>、はい、ボケはボケが始まるもういろんもう本当にえ、ね、こ <laughs> さんそんいろんなライブを見てますからね本当ね,ねはい、えー、困ったもんですそれでちょっと発表もしますもねはいそしてスプリームさん、はい えー、これファミマですね青と白の縦縞っておいおいああローソンだこれはローソンだ緑じゃないからローソンだ、はい、ごめんなさい、えー、ロ,ーソンのローソンで沖縄フェアやってて沖子、うん、のカップ麺2種が売ってたけど、うんえー、ブルーシールのアイスを買いましたと <laughs> あれおねまあ沖子のやつはあれ実は、ね、もう今沖縄では作ってないんで あの県外でで作ってるらしいですけどね、はい、そして、えーはい、カープボーイさんね「はい、はい、金ちゃんヌードルはと」はい、徳島と知った時はやっぱりびっくりしたということですねまあそうでしょうね,ね、はい、沖縄の方はよくそれを言うらしいですねはい、はい、そして、えー、ガラスの中年さん「うん、金ちゃんヌードルにカレー粉かける」っていうあれ,何それ美味しそうこのカレーはなかったっけ 一応カレー味も最近、ね、出すようになってるんですけどた、ね、多分昔の一種類しかない頃にアレンジとしてやってたんでしょうね確かにねシリーズがいっぱい増えたのはここ,なこ,こ何年ぐらいだから、ね、ここ数年ですねあのーうん、それまではもうそのままヌード金ちゃんヌードル一色だったからそうですね初代社長がだったかな、うん、が亡くな百0何歳で亡くなってから ちょっとバラエティー増やしたなって印象があるんですけどそしてギネスさん、うん、ここ最近のお昼は、えー、カップ麺とおにぎり、うんえー、5種類くらい買うと買っといて、うん、毎日違うやつを食べていると。 取るぞ。この祭りはこっちでもやってるんですね。まあ、ね <laughs> この<前>やっては、ね、個人的にできますからね。はい、炭水化物祭りは大阪とか沖縄盛んでね。そうですね。<ー>は,いは,いはい。はい。はい。そうですね。あのー、沖縄にあちゅうさんのコメントでね。そうです。あのー、よく、まあ、シーもね、結構いろんな地域でね。あの売ってる地域でやってます。関西でも、大体関西は夜中にやってたイメージがありますね。はい。<ー>そして。はいはいはい カ、えーポイさん、えー、と、うん、キンちゃんヌードルのトラックの運転士さんたちにめちゃくあキンちゃんヌードルのトラックの運転手さんたちにめちゃくちゃ人気があるって言ってました。っていうのは、はい、蓋がこれあのー、あそうですよね紙蓋じゃないのでキンちゃんシリーズははい綺麗に締まりますもんね、はい、そうですねだから、えーうん、ドリンクホルダーに置いておけると、うん、こぼれないと。 それが便利だということですね。はい。あ、すみません。あのー。やってる人なんで。あ、はいはいはい。はい は普通のカップ麺ルは何だろうが普通にやりますこぼれないんですよちょっと藤原拓海の86みたいにコップをこうやって入れてクはいはいはい。まあまあそういうことにしておきましょう埼玉の犬ケンさんけんちゃんラーメンはまだ新発売ですかねこれ懐かしいなまだあるんですかこれいやもうないでしょう元ネタの方も亡くなられましたしねちっちゃい頃食べたと思うんですけどねそうあの たいこう夕方のアニメの番組でだいたい CM やってて毎週毎週新発売だったっていうねこれはどこが出してるんですかケンちゃんが僕も分かりませんはいはいあのねギネスさんあのそうそうそう都の人たちはね金ちゃんケースが一種といてはいはいはいなぜかというとはい 台風銀座でしょ。あ<ー>あ、物流がね。特に、えー、あのー、本島より離島の方が深刻で、そうですね。あのー、復旧するまですごいかかる。はいはいはい。いい停電すると。えー、じゃ災害時にもいい。そうだからもうケース買いしといて、どこにいにもケースほとんど。田舎に行けば行くほどケースで何ケースも取っ,って。 そそうう停電したらもうほとんどこれだってお湯は沸くサガスはい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 プロパンだからそうですねもううんもう非常食だったはいそしてカブゴさんねぎラーメンもありますねはい金ちゃんねぎラーメンねあれも美味しいよね食べたことない食べようと売ってるところは少ないですねちょっとピリ辛系の 醤油ラーメンです。うん、はい。そして、えー、あ、タンタンもあるんだ。あ、そう最近最近かなタンタン麺も出たらしいですね。はい。は<ー>えー、これ百均のことでしょうね。千均って山口さん書いてますけど、<laughs> はい、えー。ありましたということで、まあ関東もないことはないみたいですけどね。えー、たまには,<ー>はいあるみたいです。そっかー。 あのー、中年さんはあれだね、お湯じゃなくてお湯沸かしてたみたいだな。<laughs> <laughs> えー、キンちゃんヌードルは台風時期に幼き頃、簡易ガスコンロにお湯沸かし食べた。え、置いた方を沸かしたんでしょうかね。<laughs> かわい,そうにいい出汁が取れてね。怖い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 、もう本当に。 ギネスさん、金ちゃん焼きそはいつの間にか消えたねって言ってますけどあれあるはずよ売ってますよただ、まあ確かに都に入ってきてるかどうか僕は保証しませんが沖縄にはあるねあるあるってますね。こっちのサエンにもあったはずよ何種類かあるよ、金そして、スプリームさんやっぱ関東の住んで長くなりましたね、この方ねやっぱペヤングが最強ということで焼きそがねだからこのペヤングで 思い出したけど、ペヤングって、あの、本当に種類が多すぎるぐらいあるよ、ね。よ特に。あれも、激辛の種類。<な>うもう、あの、ビッグワンとかで、なんか、変な味の焼きそばがね、叩き売りされてるのをよく見るんですけど。あれで、一回、本当辛いのはこっちに持ってきて。 はいはい。つらい。じゃ、あれ一口二口は、だい、いけるのよ。辛いとか痛いと言いつつ。あれを一つ丸々いけたら、絶対ほとんどの人に聞ける。うん、だと思いますね。はい。途中で、俺も味変、生卵ぶっかけて。あ、あ、マイルドにしてる。マイルドに。二個くらいぶっかけて、マイルドにして、完食した。はいはい。さあ。そして、なぎすけさん。辛いけど、たまに食べたくなるのは、蒙古タンメン、仲間とのカップ麺です。うん。 <た>よく聞く聞コンビニで売ってますねはあ、い、だけどあのコンビニで売ってるの高すぎてさ手出そうと思うんねどうしてもねお例えば同じものが売ってるとして大体80円ぐらいは高いですね、うん、コンビニね2今ま今、あ、だんだん小麦粉の値段とか上がってきて最近高くなってきてるんでねどうしてもね何て言ったのいいのかな わざわざカップ麺にそこまで金かけようと。<laughs> 確,かに確かに。一食で。二百円とかしますもんね。<laughs> そう、確かに、あの、よくある、あの、一点五倍サイズのやつが。スーパーで百十円で売って、ってるのに。うん、あのサイズが二百三十円、ちょっと、ち、ちょっと、ちょっと、っとええって思います、ね。引くような。だからえー、スーパーで。二百円手前までだったら、カップ麺。あの、なんか、おいしそうだなと、思う面白い。コンビニではまずから取った時がない、俺。<laughs> い、ね、いつも安いのしコンビニでも新しいのがねよく入りますからね冒険したい時はコンビニですかね、はいはい、ちょっと我慢したらスーパーにも出だすから、ね、いいやつをかそうそうそう出だしはコンビニしか落ちない、うん、そうそうそう<で>、えー、そこで人気が出る商品をちゃんとそれなりに味もいいそういう商品が次スーパーになるよね あ本当ですかあそうでその月には安くなるのではいはいはいそれは待つと狙うならそれを待った方がいいだいたいだいたいこう売れなかったやつは僕イメージあるのはだいたい売れなかコンビニで売れなかったやつはビッグワンに流れて100円で売ってるとそうそうでそれで変わり種を食べたい人はそこでトライしてみるのがそうですね一番賢い一番賢いかもしれないはいちょっとごめんなさい若干飛ばしますニクセカベさんマルタイラーメンのあ ありますね長崎ちゃんぽんというカップ麺が一番美味しかったです火薬の具が少ないですが彩り豊かですということでこれ多分福岡かあたりのやつだったからごめんなさいちょっと若干違った県だったらごめんなさい九州で売ってるラーメンですね <laughs> 沖縄もたまに入っどうだろうな龍あたりで見かけたことがあったような気がしますけれどねあんまりなかなか見ませんがすごいコメント盛り上がってますね、えー、今日ねラーメンのネタがたくさんありますね 追したら謎になるのでましょうなぜ焼きそばなのにお湯を沸かさないといけないのかなってああ焼いてないでしょってことですね袋麺は確かにフライパンに水入れて麺を置いてやるでしまいにはちょっと焼くような感じになるんですよはい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 カップ麺は確かにソースだけ入れてるだけっていうそ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 鍋にちょっとうそ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 て ふやかしたあとにそしたら焼きそばになるはずなのでほんとの焼きそばが食べたい人はだからちょっとごまぼろで破るのがみそね香ばしくて美味しいんですよねはいそしてバッテン熊マゴロさんありがとうございますこんばんムーということでやっぱり豚骨ラーメンでは九州はああいいな美味しそうですねそういえばもうほとんどないよねあの ちょっと半円状のどんぶりみたいなやつに、蓋が、蓋もちゃんとあって、あのチャーシュー。豚骨って感じ。多分、はん、わかりますよ。あの、三宝かどっか。焼豚ラーメンだったかな。豚骨、焼き豚の入った豚骨。洗っても、見なくなったね。見なくなりましたね。あれ、出だしの時は相当売れたのよ。なんか、すごい昔から売ってそうなパッケージだったんですけど。で。 最近あ見ないなと思ってふと思ったはい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 そしてあれ美味しかったもんねああのケンちゃんラーメンはどうもあの沖縄ニワチルさんのコメントですと札幌一番が出してるっていたということらしいですねありがとうございますはいはいさあそしてシプリームさんちょっとどうしようかな結構長いコメント来てるんでちょっとここまでしましょうかじゃあシプリームさんまでいきましょう えー、関西の人気ラーメンチェーン、ライライケンのカップ麺は最高です。最後は白米をドボンしたら脂肪が喜びます。これあの、ファミマで、ね、<ー>売ってるんですよ、こっちでも。えーえー、ファ多分ファミマ限定だったと思いますね、えーあのー。これ、沖縄にはチェーンないんですけど、うん、実際の本当ラーメン屋さんの麺をカップ麺にするっていう、最近結構ありますよね。あのーはいはい 沖縄そばのカップ麺も、ねね、出てたりしてますからね。んなんとか沖縄そばの名店、どこどこ監修。はいはい、沖縄そばになりますね。結構そういうのも増えてきてますね。はい。さあ、ということでちょっと時間がね、伸びてきてます。<laughs> <麺>ラーメンだけに。ラーメンだけに。<laughs> ですね。一回 CM をお送りして、はい、この後はジャパラさんのコーナーでーす。 好きなるトラとここ水戸の城こにドハマりしわちゃわちゃ騒がしい1時間それがフリムーンラジオですムーンラジオ えっとごめんなさい、せっかくジャパナさんのコーナーに行く前に、えー、ちょっとガラスの中年さんに注意をしておきましょう。酔った勢いで、えー、コメントするのは,はお控えください。なん,だなんだ、んだ、んだ、何だ、チだ、ジヘド履いてる、えー、ゴファーとかね、<わ> <laughs> なぜか、なぜか3文字で開業するコメントをっ <laughs> <laughs> <ら> <laughs> ていただいて、縦読みかなと思ったら縦じゃない,い、ね、普通に横に読みなさいみたいな感じでしたね。すぐあの すぐ次に打ち直してきてるけど文章がしどどろろもなビュータまあまあ楽しく聞いていただいてるようではいそしてええい。ギネスさんからはいああはいえー今日もねこれで番組は終わりではございませんので引き続きあと20分ぐらいお聞きくださいということでさあジャパナさん今日は何か 告知があるんでしょうか。いいんですか。せっかくね。あります。ありますよ。ね、時間を取っていただいて毎毎月来ていただいてますんで <laughs> あ。ああ、ええ、ありがとうございます。えーえー、もう直近です。5月28、29、つまりは土曜日と日曜日、はい、イベントがございます。はい、えっとですね、一番近い28日土曜日はですね、はい、ソロじゃなくてえー、っと小池さんっていうドラマーの方と一緒に。 やっているユニットその方はラーメン大好きですかラーメン大好き小池さんではないです甘いものが好きですね小池さんははいすいませんその小池さんと一緒に立っている人と座っている人っていうユニットであはい前もねお聞きしましたけどはいギグ昭和という那覇のライブハウスで出ます1 9時半会場開演20時はいでですねその翌日ですね はい、忙しいですね。二十九日です。えー、はい、二十九日。はい、この日、日曜日はですね、沖縄市にございます。ジターヌ。猫がいる。ライブ。ハウスみたいな感じの。場所です、ね。街、はい、中、ね。コザの街中。えっと、あの、パークアベニュー通りの。中にあって。二階になっております。はい。そこでですね。こっちはソロで、えー、四組。みんなソロですね。 ああ僕以外全員弾き語りだな <laughs> 僕以外ギター弾き語りなんですけど <laughs> 僕だけラップをやるっていうこのとってもいいイベントになっておりますのでこっちは19時会場19時半開演ですねよかったらち,、はい、ちなみにお題のほどは あー金額ですか、はい、金額はです、ね、28日が1000円プラスワンドリンク注文していただくので1500円ぐらいですね29日は2000円プラスワンドリンクご注文で2500円ぐらいですね、はいはい、多分アルコールとかだとちょっと上がるかもしれないですけど、はい、こんな感じで、えー、そうですね金と引き換えに楽しい時間が得られますので。<laughs> 骨に全てね、対価はちゃんとだからこそ頑張りますので、僕もね。逆にね、こうやってちょっとね、娯楽楽しめる、ねほんなに一流の人に行ったらもう結構飛ぶでしょ、7300円とか。だけどね 1000円とか2000円、ちょっと安くて、こうやってちょっと、今のうちですよ、僕をこの値段で楽しめるのあと数年したら、僕もだからね、諭吉さんクラスになる予定なので、アリーナとかで、ああ、いいですよ、9000円ぐらいで、その頃にはね、今のうちにはね、大手ラジオ局でね、出演料が発生する出演をしてたりね、してるんでしょうか。 ちょっと青田がりしに来てください。いや、ジャパンさんがね、もしそういうふうにビッグになってるのであれば、こっちは、いつでも1アンダーでやってくれる。まあまあ、夢はでっかくということで、シフリムさん、その立ってるではございません。惜しいここはよくわかんないですもんね。 あ、福島出身のミラクルシティ小座に出ていた人だ。そう、小池さんはそうでございます。はい、あの。もうね、あの喋り口調がなになにだっぺみたいな感じの方でございます。<laughs> <ん>面白い方なので、まあまあ。東北のね。そうそうそう。出身の方。はい。ということで。は,<ー>はい。あれ?。あっきーさん。え?。古今よくわかんない。<laughs> <て>続きますね。<laughs> 続きますね続けるねえはい今日は告知は一応告知としてまあ本当は6月にもうちょっとあるんですけどそれはまああっだ6月最終週に出るんだ今笑しよう6月はちょっと固まってないイベントが多いのでああまだまだ今告知はできないんでまあそれは全然また6月最終週出た時は7月の告知をしようかなと思いますんではいはいはいということで えーまあ、詳しい情報は、えー、ツイッターでジャパナと検索していただくのが一番いいかも、ね、もしくはあのー、どこか、えーそうですね、ローソンで見かけたら声かけてくださいジャパナ,ジャパナイベントに使って <laughs> そ,そんなにどこか特定のローソンに <laughs> あのどこのローソン <laughs> <laughs> ちょっとあのいや言わないですけど <laughs> <laughs> この間ローソン行ったら、うん、店員さんにあの あのラップやってますって言われてあの僕有名人なんで <laughs> はい <laughs> いやラップやってるかって言われるとそう、うん、ちゃんとそうあの僕のこと知ってくれててはあ、い、<laughs> たまにたまにありますね、はい、コアファンなんですね <laughs> ラップをやってるジャパナさんをご存知だというああ、うん、あそうそうそうもちろんそっちしか知らないぐらいのはいあとはあの 買い物してる僕をすごい見てますけどね、多分、ね。<laughs> <laughs> 僕が何回もお金を受け取ってますから <laughs>、えー。それはちなみにどこの国の方ですか。ああえ国？<laughs> <あ>いやあの<ー>あの。あの もうよく店員やってますかって感じてもうその手のお店でね店員は大体沖縄外国の方が多いなというろから聞いたんですよねどこから来たのか分からないカタカナの名前の方いっぱいいらっしゃいますねそうですね頑張ってらっしゃってちなみにカウボーイさんから焼き鳥の事業はやってますみたいな月に えー、焼き鳥バンドはありますが、はい、6月19日にあ6月18日はあのー、僕はあいみょんのライブ見た後 <laughs> 焼き鳥バンドのライブにと自分のソロのライブに駆けつけるっていう、えー、6月19日はあいみょんのライブを見た後ちょっと那覇なので19日は遠いから不参加です <laughs>、えー、自分の参加しているバンドよりあいみょんを優先するジャパナさんでございました。そそれはううでしょう <laughs> あうちのバンドはシフト制なので大丈夫です。ちゃんと僕がいなかったらちゃんとち僕の役ができる人がいるので。ということはですね、多分当日はあのー、この FM ノワンとか姉妹局の小座でね、あいみょんが大好きなスタッフがいますので、あの方と落ち合うことになるかもしれませんね。さあということで。ゲッツ アットパパさんもね皆さんおつぶんということでここから聞いていただいてありがとうございますいさあではメールの方をいきたいと思います<お>今日はですね、えー、カップ麺ということでかなり追加、えー、カの方もですね盛り上がっていますけれどもーメールもちゃんと来てますねはい3通来ておりますあら素敵。しかも、えー、番組始まる前に届いてるのが1通ございます<ー>、えー、ああ <い>やただこのメールはですね、同じなこのメールにはご注意ください、迷惑メールかもしれませんみたいなね、これはちょっと G メールのセキュリティが上がってるだけの話ですけれども、ちょっとなんか気にかかる部分があったんでしょうね、こんばん、ムーンチャイルド、ガラスの中年です。ひとまず滑ったところで、ベルは押しません、ラーメン、つけ麺、俺、ふけ麺、ふけは。

うんはい、これだったらおかわりを3回はできるかな、うん、あとちょい足しに一味唐辛子やおろし生姜を加えて食べると個人的にはえうましだなあとは小さな頃はおきこラーメンを砕いてえお菓子として食べてたな <laughs> うんこれはわかるはい、はいえー、お二人のおすすめトッピングはありますかいなということでトッピング,ピング別にトッピングすることない、まあ、あのー たまにあのドンキとかで売ってるラーメンの具っていうね袋を乾燥わかめとかほんとにラーメンに入れるような具材がたくさん入ってるそんなのあるんだへえあれまあもともと味噌汁にも使われたりするんですけどあれをまあちょっと足してね作ることはありますけれども逆に僕お湯入れる前にトッピング先に食べたりしますけど硬い硬いえびと硬い謎肉を食べて。 ちょっとだけ残してお湯入れるみたいなあれ美味しいそのままで美味しいありますねあれだなカップ麺というか袋麺が多いから逆に先にもやし炒め大量に作っといて一袋分バーンってやってもやしとちょっとポークそぎりにしたのを炒めて軽く付けといたのをラーメンの上にどこんどのせてかさ増しで食べるいいですねはいはいはい さあじゃあ次いきましょうか。はい。えー、エコさん、ナルトさん、ジャパナさんこんばんは。沖縄外出沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい。カップ麺ですが、キン、うん、ちゃんヌードルに日清焼きそ、UFO、一平、うん、ちゃん、うん、ペヤング、赤いキツネにミドルの玉ねぎに黒い豚カレー。沖縄そば好きっす。ーあーね美味しい。 沖縄そばか、青いやの方がいいなと思って。確かにね。確かに別物ですけど内地に行った時なんかは、あれがあれを食べたくなる。ちょっと、うん。そうですね。沖縄そばの店実際に食べられる店ってないですかねなかなかね。逆にまあこれでいいやって感じになる。 はいはい、セブンイレブンに1分でできる焼きそばもありましたね、えー、3人は食べたことがありますか僕ないですねあの見たことあるんですよ<う>1分でできる焼きそばというか今のカップ麺も1分というのもあるよネット1分ってやつ、あのー、生麺みたいな感じなんかあのー、よく昔から1分ラーメンとか1分焼きそばってあんまり定着しないなっていうイメージあるんですよね、うん、あっバッて出て、ね、えそうですねいつの間にかないみたいな、えー、そう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 ,そう、うん、あ みんな普通に3分待っちゃうんじゃないかなっていう1分だけどあとカープボーイさんから追加が来ててメール来てもらってますね。ということでエースコックのスーパーカップも美味しいし鶏ガラ醤油と濃厚味噌あと豚キムチ最高あるよ美味しいあとこれ2つ来てるんですけどねその1つ目が UFO と冷飯を一緒に食べると美味しいと書くと マヨネーズつけてもしいとあとは赤いキつねと沖縄そばのカップ麺チャルメラの醤油とかね書いてますねはいということですごい食べてるねみんなねカップ麺うんねあれやこれや食べてますねまだ誰もあれですねペヤングアップルパイ味の話しないです んなパイの味がしたアップルなパイの味がしましたあの焼きそばみたいな麺を食べてると一緒に口に広がる風味がそうアップルパイなんですよねすげえって思って想像しただけでもちょっとあのビッグバンで50円で売ってても買わないな最終的にそこに落ち着きそうなはいはい変わりだねちょっと好きなのでああの こうやって話をしてる時にあの何人かの方がねあの、はいえー、アッキーさん東京の某百円ローソンありますね関東圏ね百円商品が中心のローソンってあるんですけど、えー、あるんだ、えー、そうあの金ちゃん並みを発見したので購入ということで<ー>担々麺を買っていただきました、はい、結構今購入したってこと今購入したすごいリアルタイム <laughs> 僕らが経済を動かしてますあと7分あるんですけどえー そうできれば速攻で今お湯入れてあのレビュー <laughs> 食,食レポお願いします <laughs> あの無茶ぶりなんで答えなくてもいいですよ大丈夫ですよあの無理はしないでくださいねはい、はい、もしかしたら今電車に乗って帰ってるの高速かもしれません,ん大丈夫電車の中でも食えるよ。<laughs> もうやる気やらないかもうどうしようよ体感が強ければね大丈夫かもしれませんねそしてアットパパさん豚キムチいいっすよねって美味しそうスーパーカップの豚キムチねありますねああ美味しあれ。あのうんまんまるシェフさんやめてすごい豆腐用ラーメン作ろうとして封印しました島とうがらし加えたらただただやばかったとあれはね 島唐辛子あれはあのお湯に汁物にするとやばいぐらい激辛になるんで普通の辛子よりやばいんですよ。島唐辛子汁に入れてしまうと汁物にやってしまうと勉強になります。とかあと、なんだったかな凍れ臭そがあるじゃんないですか。ありますね。 うちの家にやばいのがあって数的で普通のラーメン丼いっぱいのそばとかあるじゃないですかはいはのそば、数いでいはいぐいいはいはい超濃縮版がいは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 からんで最初に普通のいはではいってはいやった時もいは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 い

買っ,ったよと思ってよちょっと見たら <laughs> 5分あ,ら、ね、あ,ありますねそう,そう,うどんは5分が多いですねあそうですうはいはい、はいえー、カップボーイさん二十、えー、歳の時に東京で沖縄そば屋さんまあこれは普通のそばのことです沖縄そばのことですね、うんえー、初めて高齢グースを入れたらすぐに、えー、ゲロってかな<ー>大変なことになったなとああ ナルトラ、このキンチャンヌードルに俺の家からもコールコース持ってきて入れてあげようかあのキャップいっぱい分お断りします多分ちょうどいいんじゃないかな数時でちょうどいいぐらいフリームさんがなんかすごいこと書いてきてますよ一時期カップ麺にプリンをインするアレンジレプリシピはレシピが話題になりましたねって 何の味がするんですか。ウニの味かな。醤油醤油ラーメンに混ぜたら。ここは行っていい。ここは行っていい。いいですよ。シュプリームさん。え、ここはよくわかんない。らしいです。プルか。絶対やらない。やりませんね。僕もはい。わざわざね。今ちょっと鳥肌が。話題になってたんですね。覚えがないな。 はい。うん、いやー皆さんねいろいろコメントもねいただいてます本当ありがとうございます本当ねはい。はい、いやもうありがとうございます19人20人おおすごいすごいありがとうございますありがとうございます。 ねえこんな野郎さん名の面白いくないダラダラしたラジオ番組を <laughs> いやいやもう一番面白いですよあ,ありがとうございます沖縄で一番面白いですよあ,ありがとうございます, <laughs> <laughs> いますこんな番組に、ね、もう前につけていただきましていま、はい、もし感想があったら <laughs> そろそろで、ね、時間も押し迫ってきましたんで感想、はい、ラーメンだけに <laughs> <laughs> ありがとうございますおお,お落ちてきました え、何これあ、落ちた音。打ち上げ花火かなと思った。落とした後にマシンが。ありがとうございます。えあ、間に合わんなー。ありがとうございます。あと3分だ。あの、なるたなにライン電話で。感想は。 はい、ええシュプリームさんから来週のテーマは袋麺ですかっていうことですけど、あの来週のテーマはねあの月明けて一週目ですからエコさんに委ねられています。袋麺にしないかな、袋麺にしないかな、二つぐらい考えてんだけど。その一個は袋麺かな。じゃあ一つは袋麺と。なんだろうなんだろう。あと一つはあのこれみんなこの時期梅雨だから。 イライラするじゃないですか。はいはい。ストレス解消法。ああ、いいですね。いいですね。ストレス解消法に行きましょう。あの。じゃなくて。あの。来週の。パスタじゃなくて。あの、僕とエコさんは来週のゲストを知ってますので。ゲストさんをね。あの、ストレスに無縁の方なの。多分。ええ。だから、大変。いや、いや、何かね。あの、大人の方法で解決してるのかもしれません。いや、それは僕かもしれませんかね。 うん、来週はあのー、<laughs> 泡だけマスク外して、シールドさせようかな。泡鼻の下伸びるかな。<laughs> <laughs> そうなんだ。 伸びまくって止まらんはずよ。いやあの番組にならないかもしれませんね。僕ねいつもだいたいこうやってカメラ向けてねあの放送してますけれどもこうカメラに向いて放送してますけれどもゲストさんの方毎回ずっと向いて放送するかもしれませんね。ああ来週も来よ。誰か怒るだけです。いいですよいいですよあのギャラリーさんはね今あの大丈夫ですからはい。一日もようあのようもはいはいそういうゲストさんああなるほどよ日もう日もよ日もようかえ。 来来週週再いいですねギネスさんあたり女性です。女性です。レディーです。ということでそろそろ時間となりましたが、あと一度感想いきます。さらに降るという。 まあまああのまた来月もですね登場していただきますのでもう言っちゃってますから来来来週来月も最終週来来来週なんでちょっと待ってくださいアッキーさん完成実食早いうん普通のカップ麺んでナルトラにすぐ電話しないって音声のせるのに普通の幸せよかったわえというか変態おじさんが喜んでますね じょあの女性と聞いて、<laughs> あとパパさん <laughs> 奥さんに言うぞ。はい、えー、来週はどんな方が登場するのか皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということでフリミンラジオ今週もお別れです。お相手は私ナルトラでした。えー、小沢ルでした。そして、ジャパナでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。ローソンでね。<laughs> <laughs>